おはようございます。BEMS、レムズ、リッスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイト。ヒューマンライツウォッチは、日本の児童スポーツ選手の広範囲にわたる虐待を明らかにしています。VOA ニュース2020年7月20日ヒューマンライツウォッチの新しいレポートでは、日本の子供アスリートが受けたとされる身体的、言語的、さらには性的虐待について概説しています。調査官は、性的虐待やハラスメントとともに、若いアスリートがパンチ、キック、平手打ちされたり、窒息させられたり、または様々なもので打たれたり、食べ物や水を奪われたりと多くの事件を発見したと述べています。彼らは、虐待がうつ病、身体障害、生涯にわたるトラウマ、そしてほんの一握りのケースでは自殺へと、苦しんでいる犠牲者につながったと言います。日本のオリンピック委員会からのコメントはなかった。数えきれないほど何度も殴られた。というタイトルのレポートは、コーチの手で繰り返し虐待を受けた大阪の17歳の高校バスケットボール選手の自殺の事例の一つを述べています。HRW からの報告は、2020年の夏季オリンピックに東京が成功裏に落札した際中に申し立てが浮上した後、日本のスポーツ当局が、体罰、として知られる若者のスポーツにおける体罰の慣行をやめると誓ってから7年後のことです。このレポートは、いくつかのスポーツの50人のアスリートへのインタビューと、オリンピックとパラリンピックを含むオンライン調査に参加した700人以上のアスリートへのインタビューに基づいています。この報告は、コロナウイルス、の流行により1年延期された。2020年の東京オリンピックが始まると予定された日に発表されました。日本が2021年7月に東京でオリンピックとパラリンピックを開催する準備をしているとき、ヒューマンライツウォッチのグローバルイニシアチブのディレクターを務めるミンキー・ワーデンは、次のように述べています。グローバルなスポットライトは、何百万人もの子供アスリートを保護するために、日本と世界中の法律や政策を変える一世代に一度の機会をもたらします。以上です。ありがとうございました。リッスン EVOA でした。